手が止まりそうになった時、あの人の声が聞こえた。堺市出身のプロボクサー石田翔。父の影響で小学6年の時にボクシングを始め、17歳でプロデビュー。多彩なパンチを武器にプロ通算32勝。次の試合に勝てば世界タイトルへの挑戦権を手にすることができ、大阪出身のボクサーとしては久しぶりの世界チャンピオン誕生が期待されています。はい、世界前哨戦が来週に迫ってきましたけど、はい、どうです今の気持ちは。いろいろやっぱ悔しい思いもしましたし、まあ、苦しい時期というか時間帯もありましたけど、世界チャンピオンになったら全て報われるんで。石田選手は一度世界タイトルマッチで敗北を喫しています。名だたるチャンピオンたちが若くして王座を手にするボクシングの世界で、再挑戦に要した時間は6年。気がつけば30歳を超えていました。もうほんまここまで来てやるだけしかないんで、はい、頑張ります。試合前日、リミットオッケー、リミット 53.5、 リミットです。対戦相手と顔を合わせ、次第に緊張感が高まっていきます。年齢的にも、ね、これがラストチャンスになる可能性もあるし、なると思いますし、うん、その辺やっぱり自分自身のね、うん、全てをかけて、うん、覚悟を持って、うん、足のリング立ちたいと思います。うん、石田選手には計量を終えると必ず行くという場所があります。おかえり。逆だ。どうぞ。おかえり。過酷な減量の後に実家で食べる母の手料理。教えた記憶はないけれど、出てくるのは好物ばかり。楽しみ。この試合の時は必ず帰ってくるから、それがもうめちゃくちゃ嬉しい。試合前夜は家族と過ごし、気持ちの高ぶりを抑える。石田選手が続けてきたスタイルです。笑顔を絶やさない母美沙さんには忘れられない思い出があります。昔ね、ちょっと主人ちょっと体の調子ね悪くして、仕事をちょっと行けなくなってた時があるんですけど、昭和5年、6年ぐらい誰も いないと思っても奥の部屋でね一人泣いてたんですよ。お母さんが私が、うん、たまらんようになってね、どうしようこの先生活できへんかったらどうしようみたいになって、そしたらね知らん間に昭和ね入ってきててね、で一緒になって泣いてくれたんです。そしてボクシングを始めて間もない息子は続けます。トントンってやってね、はい、お母さん、うん、お母さんが、うん、大丈夫、僕がなボクシングでな世界チャンピオンになってな、お母さん助けるから大丈夫とか言ってね、もう泣きました。もうそれでまた、うん、だからもう
うん、ずっと私は応援していこうってね、その時から、うん、一家4人の生活とボクシングを学ぶ費用を支えるため、美沙さんは当時パート3つに内職を掛け持ちし、眠る時間はほとんどなかったといいます。でも全然しんどくなかったです。本当にあの必死でなんか鉄人やもん、やらなあかんみたいな感じやったから。ありがとう。あれ？え？めっちゃ動こう。うまか。試合前は極力ボクシングの話はしないという美沙さん。この日はいつもとは違いました。頑張ってな。うん、勝てるよ絶対に。絶対。絶対勝てる。ごちそうさま。美味しかった。ありがとう。美味しかった。ありがとう。苦労かけた分、世界チャンピオンの親ってなったら、それが一番やっぱり嬉しいと思いますし、僕は世界ほんま取るしかないです。翌日、グローブをつけた石田選手の表情は一変していました。第一ラウンド、右ストレートが相手を捉えます。対するのは13戦無敗の世界ランカー。チャンピオンになって誰かを幸せにしたい、同じ思いに違いない。相手も一歩も引きません。第11ラウンドには思わぬアクシデント。偶然のバッティングにより右目の上を負傷します。流れ出る血が目に入り、パンチが見えづらくなれば試合の流れを変えることも。じゃあ頑張って。壮絶な最終ラウンド、勝敗の行方は3人の審判による判定に。一人目は石田選手に。二人目は相手選手。そして勝敗を決める三人目。以上、スプリント選手により勝利した。レッドコーナー。
こえてました。シューみたいな。でももうそれがお母さんなりの一番の応援なんで、でもいろんな人は僕の名前呼んでくれて、ほんまに捨てない顔してくれました。なんかここまでこんななんか感じることなかったです。今までの試合でほんまに力もらいました。いかないじゃないですけど、いける、めっちゃいけるっていう。お母さん、ありがとうございます。ありがとう。大丈夫め？大丈夫大丈夫。うん。き昨日ありがとう、ご飯。そのおかげで勝った。ありがとうな。ありがとう。うん、はい。バイバイ。切んのかよ。相談してこういうふうにできるような。いやいや、一つ形にできて、いや本当にありがとうございます。今日の試合って特別になったのかなと思いました。プレッシャーありました？プレッシャーもありましたし、ほんまにたくさんの人に応援してもらって今日を迎えれたんで、いつも負けて泣いてたんで、勝って泣けててよかったです。20年前、母に誓った世界チャンピオン、その夢を叶える日にまた一歩近づいた。プロボクサーでやってないんで、スペちゃんに